イズジェックは世界にまたがる顧客と多様なビジネスの分野を持つエンジニアリングコングロマリットであり、インドで最大の金属成形プレスの製造業者およびソリューションプロバイダーです。イーグルはイズジェック社の完全子会社で、カナダのウィンザーを拠点とする金属成形プレスの大手メーカーです。イズジェック社とイーグルプレス社の協力により、さまざまなセクターのニーズに対応しています。イズジェックとイーグル社は26カ国で5000以上のプレスを供給してきました。その中には100以上のトランスファープレスと70以上のプレスラインがあります。これらのプレスはヨーロッパ、アメリカ、日本、インドの著名な多国籍企業や OEM の顧客、またそのティア1サプライヤーに販売されてきました。イズジェックはインド市場向けの高強度スチール自動車ボディ部品の成形に使用されるプレス効果ラインについて、スウェーデンの AP&T 社と戦略的技術パートナーシップを締結しています。イズジェックとイーグルは金属成形業界向けの幅広いプレスを提供しています。主要製品をご紹介します。トランスファープレス、2000トンのトランスファープレスは米国ケンタッキー州で納品しました。その後同一のプレス機を受注することができました。インドのグジャラート州にあるマルティスズキに高速トランスファーシステムを持つ自動車部品製造用の2500トンのトランスファープレスを納品しました。2009年にスペインで納入した2500トンのリンクドライブトランスファープレスは、フォルクスワーゲンのスタンピング部品の製造に使用されています。1200トンのトランスファープレスは車のシートを生産する米国の大手会社の中国工場用に2012年に納入されました。アメリカで納入した3500トンのメカニカルトランスファープレス、タンデムメカニカルプレスライン、インド・グジャラート州スズキサプライヤーパークにある日本の大手企業に対し、自動工具交換機能付き1250トンの自動ロボットタンデムプレスラインを供給しました。アウトプットは毎分12分です。OEM グループカンパニーに供給された1000トンの自動タンデムプレスライン、この1250トンの自動タンデムプレスラインは大手自動車 OEM のスキンおよび BIW 部品の製造用としてティア1自動車部品大手メーカーに供給されました。インドにある日本の OEM 会社の自社工場に630トンのタンデムプレスラインを納入しました。日本の OEM グループ会社に1000トンのプレスラインを納入しました。高速プログレッシブ大メカニカルプレス、200トンの高速プレスは中国、メキシコ、ブラジル、タイの製造施設のためにフランスの大手会社に供給され、
自動車用熱交換器プレートとヒーター部品の製造に使用されています。油圧プレス、630トンの自動油圧プレスを2010年にドイツの多国籍企業の南アフリカ工場に納入しました。インド工場用にも再発注をいただきました。日本の OEM 社に納入した300トンの大スポッティング油圧プレス、こちらの200トンの大スポッティング油圧プレスはスライドボトムプレート反転機能を持っており、自動車 OEM に供給されています。サーボプレス、イズジェックは自由にプログラム可能なモーションプロファイルを備えた最新テクノロジーのサーボプレスを製造しています。630トンのサーボメカニカルプレスをヨーロッパの JLR サプライヤーパークにある企業に納入しました。アメリカで納入したサーボヘミングプレス、スタンダードプレス、標準的なモノリシックおよびギャップフレームプレスはバッチ生産を行っており、短期の納品が可能です。その他の主要製品にはフルフォースマイクロインチングシステムを装備した。インドの大手自動車 OEM に1600トンと630トンのトライアウトプレスを供給しました。2000トンのメカニカルトライアウトプレスは OEM 社に供給されました。またイズジェックはギャップフレームおよびストレートサイドのメカニカルプレスに適した2軸および3軸サーボの自動部品のトランスファーシステムを製造しています。イズジェックの技術研究センターは変化する国際的な自動車業界の要求や規制に対応する金属成形ソリューションの開発に取り組んでいます。イズジェックは世界水準の製造施設を持っています。具体的には大型組み立て工場、近代的な組み立て工場、大型重切削加工設備、高精度機械などがあります。機械をご紹介します。ウォルドリッヒプラノミラーズ、グリーソンプローターギアホビングマシン、サイス座標測定器と水平ボーリングマシン、国際的品質、国際的技術、国際的フットプリント。